はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、というわけで本日の動画なんですが、この前の更新できました2024シリーズ1通常 S ランク先発追加された12選手見ていこうかなと思っております。今シーズンやっと先発通常 S ランクとしては3人目の追加となっております。スペシャルレアリティで出ている選手であったりとか、やっと今シーズン出てきた選手っていうのが、今回ラインナップされているような形ですね。かなり変更された強化された選手もいるので、ちょっと見ていきたいなと思っております。で、この先発の選手ちょっと見ていくんですが、その前に1点見てもらいたいものがありまして、はい、こちらドリームキャラバンです。ドリームキャラバンのキャラバンボックスなんですが、前回までのドリームキャラバンでしたらイベント最終日とかに溜まったキャラバンメダルを一気にキャラバンボックス引いて、何枚 S ランク確率 30% 契約書が出るのかみたいな動画を上げてたんですが、まあ、今回獲得できる上限が決まってるので、その動画を上げないから自分の好きなタイミングで引けばいいやとか思って、今日ちょっと溜まった分引いたらこちら。やばないこれ。まだ10回を5回、50連しか引いてないのに S ランク確率 30% 契約書終わりました。いやマジでこうなるんだったらリセットボタンマジで欲しい。一等全然出ないやんっていうのがオチだと思ってたんですよ今回。そしたらまさかの50連引いただけでもう終わっちゃったっていうような。いやこうなるんだったらリセットボタンマジで復活、多分復活はないと思うけどっていうような形ですね。皆さんこういう風になられた方いらっしゃいますでしょうか。ぜひともコメントよろしくお願いいたします。それでは先発12選手見ていきましょう。1人目、阪神伊藤選手。伊藤選手なんですが、昨シーズンのものと比べますと球威マイナス1、制球プラス1となっております。称号で制球スタミナ AA 同値が可能となっております。で、裏捨て球種につきましては、スローカーブが D から C に上がって、サークルチェンジが B から C に下がっているような形です。で、特能につきましては緩急が球持ちに変わっているのと、第1第2特能が入れ替わっているような形となっております。で、伊藤選手個人的評価、純正的星5、12球団的星3、リーグ的星4、リアタイ的星3となっております。まあ純正のリーグ用っていうような認識かな。まあ純正のリアタイでも入ってくるとは思いますね。次、広島栗選手。栗選手なんですが、制球プラス2、スタミナプラス1となっております。称号で同値は決められないといったような形ですね。で、栗選手今回この球種の変更がえげつないですね。もともと横ツーシームだったのが上ツーシームになって、さらに斜めツーシームも追加となっております。フォークも、B から A に上がったりと、かなり球種がリアタイ向きに強化されたような形となっております。で、特能につきましても援護が尻上がりに変わっておりますので、特能としてもリアタイ的にかなり強化されたような選手となっております。で、栗選手純正的星5、12球団的星4、リーグ的星3、リアタイ的星4となっております。今回の球種の変更でリアタイでどんだけ使えるのかはちょっとね、他の配信者の動画見ていきたいなと思ってます。次、横浜大貫選手。大貫選手はスタミナプラス1となっております。称号で球威制球同値が可能となっております。で、球種につきましてはスライダーツーシームがちょっとね、若干ダウンしているような形となっております。特能につきましては安定感がグラウンドボーラーに変わっているっていうような形です。まあ去年のシリーズ2のものからと比べたら、まあ、若干の強化にはなってるんですが、超タイピン持ちの方のがかなり強かったのかなといった印象です。さらに大貫選手セレクション出てるので、今シーズンだけで見た時にセレクションの方のが全然強いのかなといった印象ですね。で、大貫選手純正的星4、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。まあ、純正必須級にはなってくるんですが、まあ、セレクション持ってるでしょといった形で純正は星4としてます。次、巨人山崎選手。山崎選手は球威プラス1、制球プラス1、スタミナプラス2となっております。称号で全動値が可能となっております。裏捨てなんですが、スローカーブが追加となっております。で、特能に対しては特に変更がないといったような形ですね。イオリンもねセレクション出てるので、純正やってる方はセレクションの方が全然強いのかなといった印象ですね。純正的星4、12球団的星3、リーグ的星4、リアタイ的星4となっております。まあリアタイででは12球団のリアタイとしてはまあまあ使えるって言って印象じゃないでしょうか。次、ヤクルトサイスニード。サイスニードなんですが、制球マイナス1となっております。
で、デフォで球威請求同値が決まってるっていうような形です。で、球種変更しておりまして、上カットボールだったのがマッスラに変わってるような形です。で、スプリットが C から B に上がっております。で、特能なんですが援護が尻上がりに変わっておりますので、これは、強化になってるような形ですね。で、サイスニード、純正的星5、12球団的星4、リーグ的星4、リアタイ的星4となっております。サイスニードね、リアタイ結構使えると思うんで、当たった方ぜひとも使ってみてください。次、中日柳選手。柳選手は制球マイナス1となっております。称号で、球威スタミナ AA 同値もしくは制球スタミナ AA 同値が可能となっております。で、球種につきましてはストレートが C から B に上がっているっていうような形です。特能は過去シリーズと比べて変わりはしないっていうような形です。ステータス、特能からして今シーズン出たエキサイティングの方のが全然強いですね。で、柳選手、純正的星4、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。まあ、純正のリーグ用っていうような形なんですが、もうそういった方は絶対エキサイティング取ってるんじゃないでしょうか。次、オリックス山下俊平太。山下選手なんですが、ステータス過去シリーズと変わらないといった形です。称号で球威 A が可能となっております。で、球種につきましてストレートパワーカーブが B から A に上がっております。で、特能につきましては奪三振がキレに変わっている形です。まあ、エキサイティングで出てるんですが、どっちの方のがいいって言われるとかなりユーザー個人によって分かれてくる。熱気のがいいっていう方もいれば、キレがいいっていう方もいると思います。シュンペーター、純正的星4、12球団的星4、リーグ的星3、リアタイ的星5となっております。ストレート A、 パワーカーブ A はめちゃくちゃ強いので、リアタイで使ってみてください。個人的に狙ってますね。次、ロッテ小島選手。小島選手は制球プラス1となっております。称号で全動値可能となっております。球種につきましてはストレートが C から B に上がり、ツーシームが F から D に上がっております。特能につきましては援護が内角丸に変わっておりますので、リアタイとしてはかなり強くなっている形です。まあ、小島選手もね、エキサイティングで出てるんで、エキサイティングの方のが強いのかなといった印象です。小島選手、純正的星4、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。次、ソフトバンク和田選手。和田さんは球威マイナス2、制球プラス2となっております。デフォで球威制球同値が決まっているっていうような形です。で、裏捨て、中継ぎ適性が追加となり、で、球種がフォークが追加となっております。特能につきましては援護が奪三振に変わっているので、もう全体的に見てかなり強化されているっていうような形です。まだ強くなるレジェンドって形ですね。で、和田選手、純正的星5、12球団的星3、リーグ的星4、リアタイ的星4となっております。次、楽天岸選手。岸選手は、球威マイナス2となっております。デフォで制球 A に乗っているような形です。で、球種なんですがストレートが B から A に変わって、カーブが B から C に下がっております。で、特能につきましては緩急がキレに変わっている形です。で、岸選手は純正的星5、12球団的星2、リーグ的星2、リアタイ的星2となっております。まあ、純正やってる人が欲しいところかなと思われます。次、西武今井選手。今井選手は、球威プラス2、制球プラス4、スタミナプラス2となっております。デフォで球威スタミナ AA 同値が決まっている形です。で、球種につきましてはナチュラルシュートが C から B に、縦スラが C から B に、で、さらに変化量がアップしているような形です。で、特能につきましては対ランナーが伸びに変わっております。まあ、今井選手セレクション出てるので、まあ、セレクションの方のが強いっていった印象ですね。で、今井選手、純正的星4、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。セレクションの方のが強い。ラスト、日ハム山崎選手。山崎選手は、日ハム版初登場の S ランクとなっております。制球プラス4、スタミナプラス2となっております。称号で制球スタミナ AA 同値が可能となっております。裏捨て中継ぎ適性が消滅して、ストレートとナックルカーブが、ダウンしているような形ですね。まあ、ステータス上がってるんですが、特能につきましては、対ピンチが緩急に変わってる形です。ステータスは上がってるんですが、球種特能的にはかなり弱体化してしまったっていう印象ですね。で、純正的星5、12球団的星2、リーグ的星4、リアタイ的星2となっております。ちょっとね、ステータスだけのリーグで使うのが一番いいんじゃないのかなと思われます。はい、ということで、本日は今回追加された先発12選手ご紹介してきました。今回追加された中で欲しい選手なんですが、広島クリアレン、ヤクルトサイスニード、オ
オリックス山下俊平と、ソフトバンク和田剛、この4名かなと思っております。それ以外はね、 A ランクも持ってなかったりするんで、まあでもこの4名欲しいんですが、10連福袋は引かないかな。まあ今後契約書開封とかで出てくれたら嬉しいかなといった印象です。皆さん今回追加された先発選手の中で誰か気になってる選手いらっしゃいますでしょうか。ぜひともコメントよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日は今回新たに追加された先発12選手ご紹介してきました。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。